12日にカザフスタンアスタナで行われている卓球のアジア選手権は、女子シングルス準決勝で世界ランク7位の張本美和、木下グループ、が同9位の伊藤美和、スターツ、と対戦。ゲームカウント3月1日、11から8、11から6、11の13、11の8、で勝利し、銀メダル以上を確定させた。 準々決勝では世界ランク6位の珍光道、中国、を撃破。中国メディアは1大会で、3大エースが全員張本に敗北を喫して嘆くばかりだが、中国のファンからは、後継者が育っていない、中国は卓球までもが振るわなくなってしまうのか、といった声が上がっている。中国メディア卓球ネットは、中国卓球、男子のエースも敗退。女子シングルスは全滅。 エース3人が張本美和に壊滅させられ、ウマリンは陰に隠れて指導もせず、といったセンセーショナルな見出しで報道。今回のアジア選手権で、中国女子チームは女子団体と女子シングルスの2つの優勝を相次いで逃したと、惨敗を伝えた上で、ウマリンは陳夢を召集しなかったが、オーマンシャープ X6631 も家庭の事情で参加できなくなり、 孫英イシャーがボロボロになるまで使い倒されて、女子団体は1対3で日本に敗れ、女子団体の優勝を逃したと続けた。一方、張本の大躍進について、今回は張本美和がアジア選手権女子団体決勝で大芸道と孫英イシャーを破り、女子シングルスでは陳行道を破って、一人でアジア選手権における中国卓球の三大エースを破ったのだ。日本の若い力、 青春の嵐の激しさを感じずにはいられないと報道。チャイナスマッシュが終わったばかりですぐにアジア選手権だった。日程が詰まりすぎている。それが選手のコンディションに大きく影響したのだと思う。といった過密日程を理由に挙げる中国ファンもいるが、長本の脅威を感じずにはいられないようだ。これからは、張本美和とキンキン、A、が中国女子卓球の最強の敵だ。張本美和はまだ16歳。 少なくともあと10年は中国チームを苦しめることになる後継者が育っていないと思う。中国はみんな年齢が高いが、日本は若い。張本美和はなんと16歳だ。オーマンシャープ X6631 の大切さがよく分かっただろう。中国は卓球までもが振るわなくなってしまうのだろうか。みんなのレベルが上がるのはいいことだと思う。その方が面白い。 女子団体決勝では世界ランク1位、孫エイに勝利するなど、中国撃破の金メダルに貢献していた張本。13日のシングルス決勝では北朝鮮のキム・クムヨンと対戦する。